脳みそ出てきちゃった。皆さんこんばんは、ヤシです。コメント早速たくさんありがとうございます。ベーコンだ、イエイ、うらヤシ先ぶりカレー食べながら見えます。カレー、いいですね。最近マッシュルにハマってる。マッシュルって何ですか？マッシュルームだ。違う。猫飛んできてん、ローズね、飛んできてん、猫ローズ。意味深だね。来たよ、こんばんは、お月様、また来たよ、ベーコン。今週ね、今週こそ飾らなきゃいけなかったんだけど、今日が今週最後の配信なんだけど、今週ずっとこれ飾るの忘れてて。あら、あらららららら、ら私にケツ向けるなんていい度胸じゃない、今の犬。あ、マッシュルって漫画、あ、なんかわかるかも。マッシュルームヘアの男の子が活躍する漫画でしょ？違う？なんか見たことある気、あ、なんか知ってるかもしれないな。ああ、ローズ飛んできて何だったんだろうね。アートでチェックしておきますね。いや、ほんとこれね、買ったんだけどさ、今日やっと出してさ、ガチムチリスウンティー。意味深だね。で先週言ってたんですけど、なんかこれね、毎年、まあ去年もこれ同じ多分メーカーさんのだと思うんですけど、このヒイラギ買ったんですよ。去年はそんなことなかったんだけど、なんか今年すごいベーコンの匂いするの。ヒイラギってこんな、なんかね、すごいいい感じに焼いて、ちょっと燻製させた、なんか木のね、いい木のチップで燻製させたような、ベーコンの匂いするんですよ。こうしてね、また一つ新しいトリビアが生まれました。おはがきいただきました。東京都23区にお住まいのペンネーム前髪困ったさん。鬼を炙るとどんな匂いがするんでしょうか、気になって夜も眠れません、これってトリビアになりませんか、ということでおはがきいただきました。で、実際に炙ったと、鬼を炙りました。鬼を炙るとベーコンの匂いがする。ええ魚か。こうしてまた新しいトリビアが生まれた。鬼を炙るとベーコンの匂いがする。だから鬼滅の刃は相当ベーコン臭いんだと思うよ。さあ、ということで1月31日水曜日となりました。日本列島の皆様、いかがお過ごしでしょうか。そろそろ草あるかな。お菓子縛りです。すまん。というかね、というか草は食べたことないんです。野菜ね。なんかさ、こうするとさ、ちょっとさ、ロズ、モンスターズインクのロズ味があるよね。あんたたちのせいで、あんたたちのせいで長年のスパイ計画が無駄になるところだって。いやー。今草高い、ネギ高かった。なんかさ、ネギでさ、
最近ね、そのコンビニの袋、スーパーの袋をもらわないっていう人ってやっぱすごい増えたと思うんです。でもなんかそのエコバッグに入れる、まあいろんなね、例えばそれこそこう何かしらのこう入れ物に入れて持って帰る方法いろいろあるじゃない。スーパーからね、食材を持って帰る方法いろいろあるじゃない。なんかね、私どうしてもバカにしてるわけじゃん、バカにしてるわけじゃない。なんか私はどうしてもなんかクスってこう心の中でこうちょっと笑いそうになるのをこらえるのがあるんだけど、なんかね、近所のまあスーパー、今東京に住んでて、ただ私が住んでるのに23区なんだけど、まあ結構こうもう住宅街の中に住んでるんですよ、私。で、まあスーパーがあって、街中のスーパーがあって、で、スーパーから出て行く人たちと、まあこうすれ違ったりすることあるじゃないですか。で、買い物が終わったタイミングが一緒で、同じタイミングで店の外に出てくることもあるじゃない。でさ、なんかね、最近でもないんだけど、こう私がすごいこう笑いをグッてこらえるのは二通りあって、ネギにまつわる話で二通りあって、一つ目はまずもう手に素手でネギだけ持ってる人ね。素手ネギ。なんか片手は、まあなんか何かしらの食材をこう抱えてんのよ。で、片手はなんかもう剣みたいな感じで、ネギを武器みたいな感じで、ネギを取る人。で、もちろん本当、さっき言った通りバカにしてるわけじゃなくて、私はなんかそれを見るとこうなんか、ネギってさ、ネギとあと大根ってこうなんかすごいこう、ありありと生活感が出るじゃない。こう、あ、いいなーっていう。あ、これか、今夜はネギ刻むんだろうなっていう。私それが垣間見えて、すごいこういいなって思って、いいなって思って笑いそうになるんだけども、何のお味噌出てきちゃった。でね、その一つはその素手ネギで、もう一つはまあなんていうか、しゃーないといえばしゃーないんだろうね。そのまま一本のネギってまあまあな長さがあるじゃない。なんかさ、バックパック、リュックに直ネギ。もう私笑いそうになっちゃう。なんかね、チャリの、それこそさ、主婦の方がさ、大変だよ、お子さんをね自転車に乗せて買い物もして、自転車のカゴにそのままネギが刺さってるのも、それもある、それもいいなって思う。でもなんかそれ以上にバッグに直でネギが刺さってんの。直ネギ。私もうすごい笑いそうになるのをグッとこらえて、いいなって思って。なんかこうバッグのさ、チャックを閉めるんだけどさ、ネギのとこだけこうちょっと開いててさ、ネギだけビューンって伸びてるのね。なんかこう後ろ姿見ると、なんかこうアンテナ入ってるみたいで、私は見て、それを見て、いいなって思って、こうちょっとね笑いそうになるんだけれども、でも何人かの方今コメントで書いてくださってたか、書いてくださってましたね。でもだから、ネギってやっぱり困るんだよね、あの長さね。袋に入れるにしても飛び出るし、ちょっと持ってくの難しいんだよね。カモネギスタイルね。若パパだったらキュンでしょ。若パパの素手ネギ？ああ。ネギマになりたい。ネギ前髪、ネギ前髪。いや、そう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 。ネギ
ていいよね。絶妙に生活感が出てさ、すごいこう、すごいこう、緊張してた胸のこわばりみたいなのが、スッと、スルルッとほどかれるよね。コメントいただきました。略してネギマ、わらわら。ネギマネギと前髪系でネギマ、あいやもうこれからは肉じゃないよ、鶏肉じゃないよ、前髪挟まなきゃネギマと呼ばせないよネギマいや、いいですよね、いいですよね。あ、さっきコメント流れててしまったんですけど、31日だよ。どうする ?1 月終わるよ。私さ、1月3日間くらいしかなかったんだけど。なんか体感体感1月3日間くらいしかなかった感じでさ、なんかまあ、今年の1月、ちょっと忙しかったっていうのもあるんです。なんか仕事、そのね、普段の OL、オフィスレディ、もしくは OO、オフィスオカマ。あなんかそんなのもあるんだけど、それもあるんだけど、なんかもう3日間くらいしかなかった気がして、コメントいただいてきました。三が日、三が日で終わりでもなんかほんとそんな感覚、なんかもう3日くらいしかなかった気がして、もう月末じゃない、あっという間すぎてさ、でからさなんかこのペースで、この感覚であと11回なわけじゃん、年末まで。もうちょっとなんか恐ろしくてさ、はー、で今年こそ引っ越ししたいって言ってるじゃない。引っ越しもしたいし、ゲイバーにも行きたいし、ジムにも行きたい、彼氏も欲しい。もうー本当にねできるよ、できるまた一つ年を取るの、私たち受験シーズンだけど、ヤシーはどうだった？平15だから、私が設定があやふやすぎてね、もう忘れてましたよ自らの設定を忘れますそうだね、そうだねいや本当に今年はうるう年、あ、そっか、366日あるんだよね。ツン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 、あなたの声か、あなたの顔か、忘れられな。好きと言われることがどんなに幸せか感じたい。でもね、ガチムチは遠ざかるばかり、好きのまま前髪は氷結を飲んで、前髪系の私の気持ち、ガチムチは知ってて、たくさんのガチムチがいる中で、あなただけあ
れごめんなさい、366日ってこの歌詞だっけあれなんか違う気がし、私なんか歌いながら違うの歌ってない違うよね今私歌ってたやつ何だった？366日じゃなくてさ、だよね、怖いくらいですよね366日って。ドゥン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 、怖いくらい覚えてるの、カチムチの匂いやカチムチの仕草をおかしいでしょ、吸いって飲んでよ、離れているのにガチムチのことばかり、ガチムチこんなに苦しい、なんだガチムチこんなに悲しい、なんて思わなかったの、本気でガチムチを思ってした。カッサカサ声ローズ飛んできたね、何だったんだろうね後でチェックしておきますねさあ、ということで始めていこうと思います本日はライブ配信のタイトルにある通りお菓子ひまりです。果たしてどんなお菓子が出てくるのか、どうぞお楽しみ。脳みそ出てきちゃった。私歌ってる時なんてコメント来てたんだろう。なお、 NAO なおね。怖いくらい違うかも。それ違う。あ、脳みそ、脳みそ、脳みそ出てきちゃった。脳みそ出てきちゃった。ちょっとエフェクト取って始めていくね。ちょっと待ってね。あ、ほ、これがなお。あ、脳みそ出てきちゃった。脳みそ出てきちゃった。脳みそ出てきちゃった皆さんこんばんは、やっしーです。なんかさ、あの昨日の夜か、あ、今日の夜か、顔色悪いだるまさん飛んできたよね。何だったんだろうね。後でチェックしときますね昨日の夜かな、今日の夜かな、あの ASMR 配信の今年のアーカイブまたアップしだしたんですよ。ご視聴くださった方ありがとうございます。あのなんか去年も言ってたんだけど、ライブ配信中に実際にで実際にアーカイブアップしてて気づいたんだけど、やっぱさ、なんか私本当に定期的ん、8ヶ月に1回だね半年じゃないんだけど8ヶ月に1回くらい、なんかすっごい喉不調な時あるなって思った。で前もね、これライブ配信中に言ってたんだけど、タモリさんが言ってた、タモリさんがいいともで、タモリさんが言ってたんだけど、どんなにケアしても喉ってやっぱり不調になるって言ってた。タモリさんが言うんだからそうだよねそうだよ、やっぱさ、喉ってやっぱどんだけケアしててもやっぱガサガサになるね、喋ってるとね。あー、食べていきましょう、食べていきましょうこのタモリさんの話年一でしてるよね。覚えててくださって嬉しいですよお昼休みはガチムチウォッチングあちこちそっちこちいいとも。なんか爆発したよね、何だったんだろうね。あとでチェックしときますねお昼休みはガチムチウォッチング、あちこちそっちこちガチムチあ、行くよ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 。
今日もガチムチですね。そうですね。みんな、今日もガチムチですね。前髪系って可愛いよね。狂月って美味しいよね。狂月といえば水割りだよね。前髪系とガチムチなら前髪系だよね。そうですね、そうですね、そうですね。そうですね。はい、これ前髪貼っといてちょうだい。いいとも青年隊、いいとも少女隊にね。皆さんありがとうございます。コメント。髪切った。トアモリさんのさ、モノマネされるコージー富田さんだ。私めっちゃ好きよ。やっぱタモリさんのモノマネって面白いよね。さあ食べていきましょう。本日一つ目の食材こちら。ダン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 。小池屋ストロング、暴れ焼き梅。ガツン酸っぱい。映していいやつかよ奥さん。これさ、いきなりライブ始まってさ、今の映像だったら多分ライブバンだよね。今夜のゲストは焼き梅さんです。こんばんは。食べていきましょう。やっぱさ、梅の季節、ね、梅で思い出した。ごめん、一個だけ話させて。あのさ、この間感動したのは、私、もうついこの間だよ、ついこの間、1月になってから、今年になってから、あの新宿2丁目のさ、あの御苑の方から2丁目の真ん中の、一番真ん中の中通りをさ、あのすき家の方に向かって歩ってった時に、あの靖国通りに向かって歩ってった時に、靖国通りに出る一歩手前でめっちゃ広い駐車場があるのよ。あのね、ビックスビルの方に曲がることができるの、左に。そこにさ、もう何年もあるんだけど、あのなんか多分誰かが植えたんだろうね。もうずっとある、あのずっとあるんだけど、なんか花壇があって、そこに梅が植わって、梅の木、ちっちゃいんだけど梅の木植わっててさ、花咲いてた。私なんかちょっと感動したの、驚いたのと感動したのでさ、もう二丁目で梅咲く季節なのねって思って。なのに私はだよ。食べていきます。あ、おにぎりの具材、私はシーチキン。匂いチェックいきます。あ、ツンとくる匂い、あの男、田んぼに力じゃない方ね、山水に草冠書く方、男の酸っぱい匂いはちょっと臭そうだね。でも私ちょっと嫌いじゃないです。なんかね、ずしんと濃い酸っぱい、
おすっぺえ梅の匂いします。食べていきましょう。食べていきましょう。あれ。なんかタンブラーになんかついてた鼻くそ？うなわけうなわけ言い聞かせよ言い聞かせよ、うなわけうなわけなんかさ、もう小学校幼稚園、高校は違ったんだけど、小学校、幼稚園、小学校、中学校と同級生だった女の子がいるんだけど、お子さんね、生まれて、男の子生まれて、で、何年か前だったんだけど、男の子生まれて、なんかママになった、同級生の女の子がだよ。なんかママになってて、はあ、なんかすごい、なんかいろんな姿を見たな。小学生だった時もあれば、幼女幼女だったと思ったら JC になって JK になって、で、あっという間になんかお母さんになってるわって思って。でさ、ピクニックに行ったの。その子供とね、その男の子と、可愛い男の子と、その同級生の お母さんになった女の子と、代々木公園、代々木公園に、ピクニックに行って、で、いちごをね、いちごを食べてたの。そのちっちゃい子、お子さんが、息子さんがいちご食べてて、で、可愛いのよね、ちっちゃい子がいちご食べる、両手でよ、ちっちゃいいちごなんだけど両手で一生懸命食べるの可愛いって思って、で、そしたらさ、そのいちごを食べるんだけれども、まあ途中ね、ぐずっちゃったりとかもしたりして、そのお母さんのね、同級生の女の子ね、お母さんになったその子のデニムパンツにいちごがめっちゃ、いちごの粒がめっちゃついてたの。で、私なんかそれ見て、ああ、なんか、いちごのそのカスとか、それこそちっちゃい子だったらさ、鼻くそとかつくわけじゃない。はあ、母になるってこういうことなんだなって思ったのをすごい今思い出した。その同級生の女の子ヤッシーが TikTok してるの知ってるの。意外と知ってるんだよね。見てる？なんか同級生のこんな私とね、仲良くしてくれてた子が、人が何人か私のアカウントを知ってくれてたりします。時々 LINE くれるね。あれ何やってたのみたいな見てる食べていこうと思います、食べていこうと思います。はい、あ、結構梅のパウダーがすごいよ。あ、ちょっとカメラだと分かんないんだけど、結構ね、赤みがかってます。結構しっかり赤みがかって、この粒々のとこだけじゃなくて、結構全体にゆかりご飯？ゆかりかけすぎちゃったなぁ、みたいな感じ。見てる見てる、まあ、赤み系がお世話になってます。いただきます。
あの酸味で口の中がキューってなるんだけども、ただあまりにも酸味のパンチが強すぎてキューボーって感じ一回キューってなるんだけどボーそんな感じです。うん、何枚か行ってみたいと思います。ちょっと何枚か行ってみたいと思います。同級生見てたら驚くだろうね。友達見てる、見てたら衝撃受けるわよ。まるで猛獣のようだ。でも見られてるかもって思えるから、なんか頑張れる。どの立場の発言なんだろう。なんかスポーツ選手じゃないんで、スポーツ選手じゃないけど、何の立場の発言なんだろうね。コメントいただきました。痩せたね。なんか痩せたねって言われるのも、痩せたねって言われるのすごい嬉しい。でも一方でちょっとヤシ大きくなったって言われるのも、私意外と嫌いじゃないのよ。何そんなに見てるのってなんか言いたくなっちゃう。うん、お肌きね、昨日ね、皆さん見つけた際にはぜひ、昨日この配信中にさ、甘酒の話したの。甘酒ってお肌にもいいよ、その麹ね、米麹だからさ、もうやっぱ私すぐ影響されちゃうんだよね。あの甘酒買いました。全部甘酒。今日配信のために用意したの。あのこれ、あの、あ、袋持ってくるね。ちょっと待ってて。なんかね、多分皆さん見たことあるんじゃないかな。ちょっと待ってて。あれ袋ない。あ、あったあったあった。うん、みんな見てる。みんな見てる。あのあのそんなガブガブ飲むもんじゃないのよ。あ、これこれ買いました。作ってるのは埼玉だ。麹屋さんが作った片練り甘酒、都麹だって。このフォントいいね。なんて書いてあるんだろう。昔ながらの作り方が自然の甘さを引き出す心温まる味わいだって、うん、でなんかね、冷やし甘酒っていうことで、
私家に鍋ないのよこれね何回か言ってる、もういつもね配信見てくださってる方は理由あのご存知かと思うんですけど、初めて見る方もいらっしゃると思う。私なんかね湯気とか煙出るのがすっごいストレスなのなんかもうダメなの、なんか壁がベトベトするのがもううんってなっちゃうのねだからキッチン使ってないのよもう何年も。なんかね撮影でどうしてもっていう時、 YouTube の撮影でどうしてもっていう時使ったことあるんだけど、基本電子レンジなんですよ。基本電子レンジで、もうこれはもうケトルでガンガンに熱したお湯を入れてまあ大丈夫でしょうって言って作りましたちょっとこれね飲んでみようと思う。ちょっと下にね沈殿してる、沈殿下にねこうちょっと沈殿してるんで、分離しちゃってるんで、これをねちょっとね混ぜます。ステーキナイフちょうどいい長さのものがなくてねあのさ甘酒のさ、あ、ノンアルね、ノンアルね。甘酒のさ、一番下に溜まったあの米麹のつぶつぶ、あれをこうベロで、うわーって潰すのがいいよね。うん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 。いただきます。この匂いだね。甘酒の匂い。何年かぶりです甘酒飲むの。一人暮らしでなかなか飲まないよね。なんか実家だと出てくるよねお正月ねカルピスに見えなくもないわねうん、どんな匂い？あ、どんな匂い？あのね、お米をお鍋に入れて、鍋もね、銀色の鍋を想像してほしいです。銀色の鍋。で、あの、木の絵がついている、こんくらいの鍋に、ご飯茶碗半分くらいだねのご飯入れて、で、あの、一番ちっちゃい自販機で売ってるペットボトルの水、あれくらいの水を入れて、お砂糖大さじ2杯くらい入れて煮詰めたような匂い。おぉ、うん。ちょっと飲んでみましょう。これこれノンアルね5人前。なんかでもね5人前って言っても、これ一袋入れました。一袋入れました。でも、多分なんかね、ちょっとちっちゃめの湯飲みくらいで5個分くらいみたいな感じ。ああ、ああ、ああ。ノンアルね。アピールしとかないと。あ、そう、なんか濃縮タイプ、濃縮タイプ。うん。甘酒うまいね。よ、あの、
読めなくてもね、皆さんのコメントちゃんと見てますよ。好きです。すごく読みたいです。うん、この米麹がさ、ドゥルルッ口に入ってくる感じ、これがいいんですよね。うん、あ、甘酒苦手？でも、いや、わかる。ちょっと苦手な人は、これ苦手だと思う。ちょっと独特の味しますよね。さっき言ったみたいに、こう、甘いお米な感じだからね。あれ、前も聞いたね。白米にさ、お砂糖をかけて食うよね。前聞いたんだよ。で、配信中聞いてさ、なんか、南側の人はびっくりしてたね。西日本の人はびっくりしてた。東北、新潟、北海道はご飯に砂糖をかけて食う。あと、納豆にも砂糖をかけて食うのよ。私はやんないんだけど。私はやんないんだけど。なんか砂糖とか、白米にはやんない？なんか白米にも、なんか、あの、納豆には、でもね、納豆にはかける。納豆にお砂糖かけるの、あのね、東北はあんのよ。東北はね、あの、そんなに、あの、超レアじゃない。結構ある。東北、北海道、新潟とか、やっぱ寒い方だね、寒いとこだね。ああ。もう42分だよ。もう一品だけ行こうね。もう一品だけ行こう。本日は2品で終わりとしますが、2品目はこちら。ダダン！ハッピーターンパウダー 250% の愛じゃない。これ細かくて見えないけど、ここにラブって書いてあります。ラブにまみれたハッピーターン、ラブ。涙色、泣いても泣いても単発がちむち。井上陽水さんが Love is over を歌ったらね Love is over Love is over 悲しいけれど終わりにしよう、キリがないから、Love is over。 泣くなよ、泣くなる。あたしはあんたのお飾りでいい。あたしはあんたを忘れはしない。誰に抱かれても忘れはしない。きっと最後の恋だと思うかね。Love is a bad。 元気でいてね。Love is a bad。 コメントいただきました。ノンアルじゃなかったんじゃない？アラームセットし忘れたかもって言って携帯見たらアラーム鳴っちゃいました。もう大
イミング悪いね。うまくならないね。うまく Love is very so bad の後にピピピピってなってほしいよね。ごめんなさい、食べましょう。パウダー 250%。 かわいい。でもパウダーはすんごいよ。うん、市川団子キュン、私の推しの歌舞伎役者さんなんですよ。市川団子キュンを見た時の私、はあ、はあ、団子キュン、はあ、はあ、はあ、食べます。250% には理由があるね。あのパウダーが 250% だとなんか甘いとかを飛び越えてちょっとね、なんかね、しょっぱいです。でもなんかそれがラブなんだよね。うん、ラブの甘じょっぱさがこの 250% で表現されてるんだと思う。うん。Love. Love is a day. 泣くね、男だろ。こういうのはね、言ってくといつか本当になるから、2024年、今年こそ、市川団子キュン、鈴木福さんと、今日もご視聴ありがとうございました。こちらのですね、こちらのラブイズオーバー配信平日の夜10時から配信しております。木金土日は配信お休みでございますので、来週月曜夜10時が、次回の配信次回のあらららららら ら, ら雪だるま、雪やコンコン、ガチムチコンコン降っても降っても前髪降り続ける今日もあの皆さんたくさんコメント、チャット、いいね、ギフティング、今もあのガチムチ犬からリスからキャラメルフラペチーノにローズまでたくさんいただいてたら、反応できなかった方すんまへんあの配信終わってからゆっくりどなたがどんなの送ってくださったか確認しますので、たくさんありがとうございました。YouTube メインチャンネルご視聴お待ちしてます。プロフのリンク欄から飛べるんですけれども、ピアスの穴掃除してます。勢い余って他の穴もYouTube のメインチャンネル、ぜひぜひチャンネル登録お待ちしてますこの後夜11時からは YouTube のゲーム配信チャンネル、もう一個の別のチャンネルの方でスマブラ配信もしております。もしも寝る前お時間ありましたらご視聴お待ちしております。メインチャンネルぜひご視聴お待ちしてます。ということで皆さん、今日も今週もご視聴ありがとうございました。ちょっと早いんですけれども、良い週末をお迎えください。また見てくださいね。バイバーイ。 Love is a man.